おはようございます。ただいま午後の2時55分あただいま5時あただいま午後の12時25分です。おはようございます。キーボード壊れちゃったんですよ。なんかね、キャプスロックキー押すと、いやキーボード汚な、キャプスロックキー押すとなんかね、 F が出るの。見てもらえば分かるんだけど、ここ押すよ。あれあの F キーもなんかおかしくて、 F 押したらなんかね、直ってる。どうしよう、キーボード壊れたからキーボード買い替えたのに、なんか直ってんだけど。リアルフォース、かっこよ。何これ、イケメンなデザインしてる。イケメンなデザインってなんだ。すごい、かっこいい。かっこいいんだけど、白と灰色の配色だから仕事感がすごいんだけど業務用感すごいんだけど、いやテンション上がるな。しかもめちゃくちゃ静かだ。これ静音タイプにしたから売ってる感がない今まで使ってたのがこれなんだけど、めちゃくちゃうるさいの。これキーボードの中でもだいぶうるさい方なんだけど、それに比べてさすがに音小さいね。2万円で買った甲斐あるわ。まだ使ってないけど2万円で買った甲斐あるわ。ちなみに言っとくけど、商品レビューじゃないからまともな感想出てこないよ素人が高級キーボード買って騒いでるだけの動画なんで。ブラックフラワーです。